うわー、アヌビス来たよ。しかも相手にニープロされるんだけど、ニープロ殿がいるんだけど。構わずやっていいっすか？構わずまくりやっていいっすか？大老来た。タンクの男再来。タンクの男。タンクの男。タンクトップの男。タンク対決。タンクの男が、セヌプロさん。さすがにシーズン1で70の人が負け腰とかで50代に来られても厳しい。ニープロ、ボグチャムプ。タンク格付けマッチきたな。これに勝った方が C のタンクの男と言えるっていうことでいいですね。いいですね。勝手にタンクの男さんに聞かないで決めるっていう。いい名前だな、タンクの男。本家タンクの力見せつけてやってくださいよ。うん。これで勝ったら俺が本当にタンクの男って名乗るからな。タンクトップはもう着ない。おお、ジャンクラット。お、強い。一人殺してる。お、二人殺してる。猿どこ行った？死んだか？いいよ。タンクの男、サポート。ミープロさん、ジャンクラットか。認定マッチなんだし、何も考慮せずにやらないと強い人が下の方に来たりしてあれになるんちゃう？ゆるっと溜まってますよ、私。反動よっと、塩でもマクリーで無双してたね。チョコのバリア邪魔。ああ、撃てなかった。 S1 のレート投与されると思うよ。少なくともプトアではそうだったし。あと1ミリ、ナイス。ちょっとこれは厳しそうですね。一回仕切り直しましょう。プトア出そうだったって情報聞いたことない。いけますよ、合わせれますよ、私。早く行こうぜ、早く行こうぜ。いやー、マジか。ああいう時にスピードが欲しいですね、スピード。あ、これは美味しいんじゃないか。
そろそろ取り切りたいな。いてえ。S1 のレートは絶対考慮されてたよ。なるほどね。連敗してる人同士と連勝してる人同士でマッチングしてそう。あ、なんかいるんだけど。もう正面からでよ。あー、とりあえずスピードで入っていきたいよな。ジャンクラットいるし。俺のメイン赤が69の 5-5 で3200倍、65のサブ赤が 9-2 で3300倍だったし、これで考慮されてないとは思えない。玉ついたゴリラ強いな。行きたい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 。あメンバー見る限り考慮されてる。行きたい。スピードくれ。ああ、よからぬ音が。配信画面のオーバーレイが新しくなりましたか。ピングとかも見やすくなってとてもいいですね。見やすくなりましたか。ギアリセット後は考慮されてたでしょ。本踊り炸裂。マジか。俺マーシーありだと思うな。アサルトマップ普通に。ここでまさかのトラップ。
どうしたものか。どうする。やばい、タンクトップ着れなくなっちゃう。タンクトップ着れなくなったら終わりだな。ニプロ選手刺さってたな。もしかしてだけど前髪失敗した。攻めで数人死ぬと結局押し切れないし、確かにマーシー欲しい。前髪失敗したね、これ。タンクトップ、ああいう乱戦始まるときなかなか足元注意できんわ。右手に何かついてるけど何？わら、毎回でマーシー今日ね、早速使われてましたね。シャワー浴びようとしたら風呂場で転んで大打撃を負った。俺の右手はこんにちは。頼むぜ、ほんま。すごい落としそう。C 級がパラマーシーもやってたね。風呂場で転ぶとかタンスの角に小指ぶつけるくらい痛いやつやん。超もがいつ。転ぶことによる打撲の衝撃。あ、タンクの人。ランク4戦目かな。あぶねえ。ナイス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 。頑張ってくれ。
ナイス。勝ったんだけど、勝ったんだけど、俺が真のタンクトップ男っていうことでいいかな。さばききった、わら。俺が真のタンクトップ男ってことでいいかな。まさかの A 防衛勝利きた。おお、激アツ、激アツ演出。タンクトップは守られた。本家タンクトップ襲名。助かった。ボグチャムプ、中途半端に攻めきれそうだったから、その後相手バラバラでしたね。本職やで。多分だけど。多分この時に、ルトが入ってたのもでかかったと思う。俺の、ルシオのルトも溜まってたし、まあ他の人も溜まってたんだけど、結構いい感じに合わせてくれたのが、でかかったと思う。うまいルシオ見てて楽しい。あぶねえ、絶対負けたと思った。よかった。タンクの男さんゼミだったんですね、わら。ん？タンクの男さん、あ、守りはゼミやったけど、攻め、現実勝ってたと思う。粘着されてた、俺が。お、取ってる取ってる。ああ、よからぬ音が。配信画面のオーバーレイが新しくなりましたか。ピングとかも見やすくなってとてもいいですね。見やすくなりましたか。ギアリセット後は投与されてたでしょ。本踊り炸裂。マジか。俺マーシーありだと思うな。アサルトマップ普通に。ここでまさかのトラップ。どうしたものか。どうする。やばい、タンクトップ切れなくなっちゃう。タンクトップ切れなくなったら終わりだな。ニプロ選手刺さってたな。もしかしてだけど前髪失敗した。攻めで数人死ぬと結局押し切れないし、確かにマーシー欲しい。前髪失敗したね、これ。タンクトップ、ああいう乱戦始まるときなかなか足元注意できんわ。右手に何かついてるけど何、わら。前回でマーシー今日ね、即使われてましたね。シャワー浴びようとしたら風呂場で転んで大打撃を負った俺の右手は。うわぁ、アヌビス来たよ。しかも相手にニープロさんいるんだけど、ニープロ殿がいるんだけど。ニープロさんじゃん。
構わずやっていいっすか。構わずまくりやっていいっすか。大老来た。タンクの男再来。タンクの男。タンクの男。タンクトップの男。タンク対決。タンクの男が、セムプロさん。さすがにシーズン1で70の人が負け越しとかで50台に来られても厳しい。ニープロ、ボグチャムプ。タンク格付けマッチきたな。これに勝った方が C のタンクの男と言えるっていうことでいいですね。いいですね。勝手にタンクの男さんに聞かないで決めるっていう。いい名前だな、タンクの男。本家タンクの力見せつけてやってくださいよ。これで勝ったら俺が本当にタンクの男って名乗るからな。トップはもう来ない。ああ、ジャンクラット。お、強い。一人殺してる。お、二人殺してる。猿どこ行った？死んだか。いいよ。タンクの男サポート。ミープロさんジャンクラットか。認定マッチなんだし何も考慮せずにやらないと。こんにちは。頼むぜ、ほんま。すごい落としそう。C 中がパラマーシーもやってたね。風呂場で転ぶとかタンスの角に小指ぶつけるくらい痛いやつやん。超もがいてた。転ぶことによるだ僕の衝撃。あ、タンクの人。ランク4戦目かな。あぶねえ。ナイス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 。
一つ。強い人が下の方に行ったりしてあれになるんちゃう？うるっと溜まってますよ、私。反対の人、今でもマクリーで無双してたね。チョコのバリア邪魔。ああ撃てなかった。 S1 のレート投与されると思うよ。少なくともストアではそうだったし。あと1ミリ、ナイス。ちょっとこれは厳しそうですね。一回仕切り直しましょう。いけますよ、合わせれますよ、私。こう。早く行こうぜ、早く行こうぜ。いやー、マジか。ああいう時にスピードが欲しいです。スピード。あ、これ美味しいんじゃないか。そろそろ取り切りたいな。いてぇ。確定ではないけど S1 のレートは絶対考慮されてたよ。なるほどね。連敗してる人同士と連勝してる人同士でマッチングしてそう。あ、なんかいるんだけど。確定ではないのに絶対ってどういうことだってばよ。もう正面からでよ。あ、とりあえずスピードで入っていきたいよな。ジャンクラットいるし。行きたい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 。あメンバー見る限り考慮されてる。このマッ
つは連携取れないとなかなか取り切れなくて辛い。ブルト差があるうちに行けたらなぁ。不穏な空気が流れてきました。掲示板なんかじゃ S1 のレート考慮されてないって情報をむしろ見たけど、行きたい。スピードくれ。